キムジャンフンは韓国の歌手、俳優、反日活動家、血液型大型、ソウル特別市出身、家族構成は母と姉二人、園大学校英語英文化を卒業後、1991年に歌手デビューを果たす。2008年頃から精神疾患などで苦しんでいたが、2011年9月26日に、 韓国のアイドル歌手グループスーパージュニアのキムヒチョルとのコラボレーションした曲を発表して復活。2012年に約5000万円の借金を返済するためにナイトクラブで歌手活動をしていくことを発表した。日韓問題について自身のホームページで私たちが半導体、造船、鉄鋼、テレビなど君たちの成長動力を吸収してリードしてきたこの10年間。 君たちに負けた記憶が特にない。その傷ついた自尊心を満たすために、ごく少数の右翼が先導したところで、効果は得られない。36年間我が国を強制し、王辱した日本だが、我が国民は、日本の東日本大震災被害に恩情と愛を送った。それでも日本は、教科書問題で我々の後頭部を叩いた。 その時私たちが韓国にいる日本人に脅威を加えただろうか韓国コンプレックスに囚われた日本、あなたたちの残っている両親に最後の望みをかけてみるとコメントしている。また、2012年8月20日に日本のミュージシャン泉谷茂がスポーツやエンターテインメントに関わる人間が本当に言わなきゃいけないのは皆で仲良くしようよということだろうと発言し、 韓国のサッカー選手がオリンピックで竹島セレモニーをしたり、キム・ジャンフンと俳優の孫、イルグクが竹島まで泳いで横断したりして、争いを助長していると非難したことに対して、翌21日、自身のミートデーに泉谷シュと酒でも一杯ありながら、歴史的な資料を土台に話がしたい。誤解が解ければ友達になれるだろうとし、先進国の国民らしく、 最小限の礼儀で理想的な話し合いをしよう。韓国に来たら日本酒を振る舞いたいなどと応じた。ありがとうございます。